大地北で入り口付近の中央環状線にポリり、トネリライナーとの交差部分千住新橋大木、大橋貫首都高速中央環状線は、東京都品川区の大井ジャンクションから、目黒区、渋谷区、中野区、新宿区、豊島区、板橋区、北区、足立区、葛飾区を経由して、江戸川区の葛西ジャンクションに至る、首都高速道路の路線である。略称は中間、または、 中央環状。道路上に設置されているルートマークでは、中間表記と中央環状表記が混在している。事業計画の路線名は、都道市と高速5号線、6号線、葛飾江戸川線、板橋足立線、目黒板橋線、品川目黒線、高速葛飾川口線に指定されている。起点側から中央環状品川線。 中央環状新宿線、中央環状王子線、東側区間の4つの区間から構成される。中央環状新宿線と中央環状王子線の間については5号、池袋線との重複区間である。路線番号は C2 である。首都高速都心環状線の外側に位置する環状線である。副都心とのアクセス、及び各放射線の中央付近を接続する役割を、 担う。また、都心から約8キロメートル圏内の渋谷、新宿、池袋などの副都心エリアを環状に連絡すると、共に放射道路を相互に連絡する、首都圏の三環状を旧放射の一番内側の環状道路と位置づけられている。2015年3月7日に中央環状品川線が開通したことで、中央環状線が全線開通した。 2012年1月1日より、首都高速では均一料金から距離性料金へ移行しており、都心環状線の慢性的な渋滞を緩和することを目的として、都心を置して、中央環状線を利用する場合、という要件を満たせば、普通車は100円、大型車は200円が割引かれた。東側区間は、中央環状線の単独区間のうち最も早く、開通した区間である。 一部区間では中央環状荒川線の故障も使われている。大半の区間が荒川の堤防上に建設されており、用地買収の必要がなかったことは、早期開通にとって有利であったが、水防を最優先として、他目的の利用を極力抑える、河川行政との調整は容易でなかったとされる。堤防上に建設された背の高い高架道路であるため、 視界を遮るほどの車音壁はほとんど設置されていない。道路西側は荒川、東側は高層建築物が少ない市街地が広がっている。密集市街地にネットワークを形成している首都高速では例外的な極めて開放的な眺望を得られる区間ではあるが、同時に冬を中心に強い洋風にさらされることも少なくないため、走行には注意が必要である。 河川の堤防上に収めるため、広い用地を要する4方向のジャンクションは設置されておらず、すべてのジャンクションが中央環状線から分岐するだけの3方向ジャンクションである。このため、6号向島線及び6号三里線は中央環状線と交差するのではなく、小菅、堀切りの両 JCT で一旦合流してから分岐する構造とされ、両 JCT 間はうち、 外回りとも4車線となっている。2018年の拡幅までは本領線の内回りと6号、向島線下りが、掘り切り JCT で合流した直後に本路線の右側車線が小菅出口となって分岐し、6号三里線が分岐する小菅ジャンクションまでの区間は1車線減少して3車線となっており、これらは深刻な渋滞の原因になっていた。川口線は当初、 本区間を介してのみ、他の首都高速と連絡していた。また、上記の通り、6号三里線と6号向島線を連続して走行する場合、堀切 JCT 小菅ジャンクション間で中央環状線を経由することとなる。このため、都心部と東北自動車道、常磐自動車道を行き来する交通が本区間に集中しており、箱崎 JCT と合わせて、 首都高速最大の渋滞発生箇所となっている。東京外環自動車道や中央環状新宿線の開通で幾分緩和したが、東京外環自動車道や首都圏中央連絡自動車道の三環状道路の整備やジャンクションの改良による抜本的改善が待たれている。一方、交差する7号小松川線は長らく中央環状線とはジャンクションを設けず、 互いに素通りすることになっていた。しかし、7号小松川線は、両国ジャンクションのみで、首都高速各路線と連絡しており、同 JCT 付近を先頭とする渋滞が多発していることから、7号小松川線との交差箇所に、7号小松川線の京葉道路方面と、中央環状線の掘り切り JCT 方面を接続する連絡路が整備され、 2019年12月1日に開通した。今後は完成による渋滞緩和が期待されている。また、1号上野線を入谷出入り口から延伸して中央環状線と接続する計画があり、足立区、元木付近の本線はジャンクションの増設を想定した構造で建設されている。しかし都市計画決定等はされておらず、 この接続構造は利用されないままになっている。中央環状大路線は、飛鳥山トンネルを除く、ほぼ全区間が、内回りを上、外回りを下にした上下2段の高架橋となっており、既存道路幅に収めることで、用地買収を最小限にとどめている。本区間の開通以前は、東北自動車道や常磐自動車道から、都心方面へ向かうには6号向こうじを、 経由するか、別料金の東京外環自動車道へ迂回して5号、池袋線へ向かうしかなかった。本区間の開通により、新たなルートが形成され、6号向島線や、箱崎 JCT、堀切り JCT の渋滞緩和が図られた一方、以前から激しかった5号池袋線の渋滞を、板橋ジャンクションの共用開始で、さらに悪化させることになり、 中央環状新宿線の開通に期待を持たせる格好となった。なお、中央環状王子線とは、建設中における路線名である。この区間が開通した現在は、中央環状線と呼ぶのが正式であるが、中央環状線は前日の通り、大きく4つの区間に分かれるため、他の区間と明確に区別するために、現在でも、通称として、中央環状王子線と呼ぶ場合がある。 熊野町 JCT 板橋ジャンクション間は5号、池袋線の一部として1977年に開通しており、後日の中央環状新宿線の開通により、5号、池袋線と中央環状線が重複する区間となった。中央環状王子線と同様、上下2段の高架構造となっている。当初、両 JCT 間は、内外回りとも3車線であったが、 重複区間であることから渋滞のボトルネックとなっており、緩和策として2018年3月までに打ち、外回りとも4車線化されている。山手トンネル中央環状新宿線は、3号、渋谷線との接続部である大橋 JGT から山手通りの地下を通り、4号、新宿線との接続部である西新宿 JGT を経由して、 熊野町 JCT に至る路線である。2007年12月22日に北側 6.7km が開通、2010年3月28日に南側 4.3km が開通した。中央環状新宿線の開通によって、3号、渋谷線、5号池袋線及び都心環状線の大幅な混雑解消が期待されている。しかしながら、 東区間に続く、前述の熊野町 JCT 板橋ジャンクション間が渋滞多発地点であるほか、東区間内にあるすべての出入り口及びジャンクションが右車線側で接続されている上、地下に本線があるために、これら全ての出入り口及びジャンクションのランプが首都高速の他の路線と比べて非常に急勾配になっているため、走行時は注意が必要である。なお、 導入空間である山手通りの拡幅整備も同時に行われた。2007年6月には中央環状新宿線のトンネル部分の名称について首都高速公式ウェブサイトでアンケートが実施され、そのアンケートの結果をもとに検討を行い、トンネル名称を山手トンネルとすることを同年7月13日に公式発表した。効果から 地下構造への変更当初は、中央間上新宿線は、全線を二段式の高架構造で建設する予定であったが、沿道からの反対運動にあい、地下構造で都市計画決定された。従来、首都高速は基本的に高架構造で建設されており、トンネル構造は公共周辺の一部区間や推定トンネルなどに限られていた。しかし、東京湾、 アクアラインの建設を通じて、長大な道路トンネルをシールド工法で建設する技術が実用化され、中央環状新宿線を地下構造で建設する、目度が立った。さらに、飛鳥山トンネルをナット無工法で建設する際に、中央環状新宿線を見据えて、経験を積んだ。中央環状新宿線以後に、建設や計画が進んでいる、首都高速は、 地下構造を採用したものが多くなっており、中央環状新宿線は本格的な地下道路の先駆けとなった。金目町付近の地下下高松出入り口や東京メトロ有楽町線、福都新線金目町駅は中央環状線が高架で建設されることを想定した設計ですでに建設されていたため、当初は金目町通り前後は高架とし、 西武池袋線椎名町駅手前で地下に降りる案が立案された。しかし、これも高架区間近隣住民の反対にあったため、まず椎名町駅より南の区間のみ先行して都市計画決定を1990年に行い、金目町付近は先送りにされた。その後、金目町駅の一部と高松出口を撤去することで金目町付近も 地下構造とする案で合意し、残りの区間の都市計画が1993年に決定された。高松出口は、金見町交差点に近接しているため、本線のトンネル入り口を作る空間が確保できなかった。このため、高松出口を撤去して空間を作り、内回り線の出口機能は、椎名町駅と金目町交差点の間に新設する。 西池袋出口で代替することになった。工事期間中は高松出口を仮設高架橋に切り替え、西池袋出口開設の前日に閉鎖された。金目町交差点内には将来山手通りを立体交差化することを想定して、貫禄ボックスと呼ばれるトンネルが設置されていた。これを中央環状線に転用することにしたが、 一般道路の設計だったので、そのままでは、福音が狭いなどの問題があった。そこで、金目町駅の一部を取り壊して、金目町をボックスを拡幅する工事が行われた。また、換気管がないため、金目町駅のさらに下に、換気管を推進工法で増設した。中落合の換気塔の位置の変更1990年の都市計画決定では、中落合の換気塔は、 山手通り脇の公園に設置し、上下線に高低差をつける予定だった。これは将来、関越自動車道と結ぶ高速練馬線とのジャンクションを建設する際に支障が出ないようにとの配慮しての設計であったが、公園内への換気等の設置に対する住民の反対運動が起き、第118回国会の建設委員会において、鈴木菊子委員による反対を趣旨とした質疑に、 取り上げられた。そのため、中落合の換気塔を山手通り内に入れ、トンネルも上下線に、高低差をつけない設計に変更され、1991年4月に都市計画変更された。なお現在の構造でも、最新の土木技術を駆使し、莫大な建設コストをかければ、中落合でのジャンクションの建設は、不可能ではないと考えられている。 中央環状新宿線の中落合付近の前後の改作区間では上下線が相互に乗り入れられる構造となっている。これは将来、もしも中落合付近でジャンクションを建設する場合は上下線の内一方を一時的に他方に乗り入れさせて対面通行とし、残りの路線を切り崩して分岐が作れるようにとの配慮である。 富ヶ谷以南のルート変更大橋 JCT 富ヶ谷、出入り口は地上の山手通りが上山町交差点で急カーブしており、シールド工法では山手通り内に収まらないため、1990年の都市計画では東大駒場キャンパスを縦断して南へ直進する線形で計画された。その後、技術開発により、シールド工法でも山手通り内で建設できることに、 なり、この区間でも山手通りの下を通る4999年に都市計画変更された。この時、すでに当初計画に沿った用地買収が始まっていたが、すでに支出した用地費が無駄になっても変更した方が割安になると説明された。開通前の五反田付近。トンネル左手の開口部は非常時に反対方向に車を戻すためのもの。 中央環状品川線は湾岸線から中央環状新宿線に接続する路線である。2004年11月に都市計画決定。2006年6月に事業化された。同年11月に着工。2013年度開通予定であったが、出入り口、換気所工事において出水が発生したため延期され、2015年3月7日に開通した。 これにより、中央環状線は全線開通した。大部分は、山手通りと目黒川の地下を通る。事業期間を短縮するため、内回り本線は、東京都の事業、外回り本線と、五反田出入口と o JCT、中間多い南出口は、首都高速の事業として建設された。さらに、1号羽田線、2号目黒線と交差するが、公費、 後期を節減させるためジャンクションは整備されない。また、中央環状新宿線と比較して、本線の起伏が小さく、途中の出入り口も2カ所だけであることなどから、換気所の数は、計4箇所に止まっている。五反田出入り口を左側分流にするため、この区間は、右側通行となっている。中央環状品川線の建設技術、 中央環状新宿線では中間に設置した縦坑からそれぞれシールドマシンを発信させていたが中央環状品川線では OEJCT 付近から発信したシールドマシンが大橋 JCT まで直接到達した各換気所間をそれぞれ別のシールドマシンで掘削する場合と比べシールド工事自体の日数は長くかかったが換気所の掘削を待たずに 地上の OEJCT から発信することで全体の工期は短縮できた。また、シールド工事に伴う建設発生度の搬出や資材の搬入を埋め立て地にある OEJCT に集約することができ、沿道環境への負荷削減を図った。しかし、大型のシールドマシンで長距離を掘削することは容易ではなく、耐久性などの点で技術が進歩したため実現した。 工事計画である。五反田で入り口は地上から発信したシールドマシンが地中で本線トンネルに合流する工法で地上掘削を伴わない接続工事を施行した。これは首都高速道路では初の施行例であり技術提案を含む競争入札が行われた。これらの技術は大震度地下の利用を目指してゼネコン各社が開発してきたものである。そして 中央環状品川線の建設は、建設が事業化されている東京外環自動車道東京区間を視野に入れた技術実証の場にもなっている。外環道東京区間は、中央環状品川線よりさらに大きな断面のシールドトンネルをさらに深い場所にさらに長距離で掘削するためである。中央環状線は、1987年の東側区間の全線開通から、 2002年の北川区間の全線開通まで15年間開通がない。これはバブル経済の発生及びその崩壊により首都高速への投資計画が大幅に狂ったためである。1986年の投資計画では中央環状大路線の開通は1993年、中央環状新宿線の開通は1996年、そして 中央環状品川線の開通は1999年を予定していた。しかし、バブル経済による地価の異常上昇、それに続くバブル崩壊による首都圏への公共投資の極端な抑制は、その時期に建設が計画されていた中央環状線の開通を当初予定より大幅に遅らせる結果となった。東京都葛飾区にある葛飾、 ハープ橋トンネルの数24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成小ゲジャンクション。掘り切り JCT 間は、6号三里線、6号向島線と中央環状線とが完全に重複している。同区間は内回り外回り共に4、車線化されているが、6号線同士と中央環状線同士を結ぶ道線は平面上で交差しており、 4車線であっても折り込みが発生する。このため、この区間の混雑は激しく、湾岸線の辰見ジャンクション、加西ジャンクション間に次いで、首都高速第2位の混雑区間となっている。中央環状新宿線が開通した際も、熊野町 JCT 板橋ジャンクション間は、同様に午後池袋線と完全に重複する構造となっている。 もともとこの付近の午後池袋線は、熊野町に急カーブが存在することもあって、渋滞や事故の起きやすい区間であったが、さらに中央環状線と交通が複層することになった結果、両者に激しい渋滞がしばしば発生する。このため、熊野町 JCT 板橋ジャンクション間の4、車線化と小菅ジャンクション、堀切り JCT 間の4車線化、 小松川 JCT をそれぞれ整備した。また、内回り、掘り切り JCT 小菅ジャンクション間4、車線価格復興時のため、小菅出口が2015年8月24日から閉鎖されていたが、分岐位置を小菅ジャンクション側に90メートル移動し、2017年6月23日に解除された。大井 JCT 熊野町 JCT 間は、長大トンネル区間のため、 危険物積載車両の通行が禁止されている。これに伴い、この区間のランプも侵入が禁止されている。また、大井 JCT 熊野町 JCT 間にある、西新宿 JCT 及び熊野町 JCT では、都心環状線方面への一般道を経由しない、直接の往来はできない。そのため、1号羽田線や5号池袋線などを経由して、 都心環状線に出てから4号新宿線、5号池袋線に出る必要がある。ありがとうございます。